沖縄の部活生を応援する番組、沖縄部活生、イエーイ。はい、ということで今日から始まりました、沖縄部活生のお時間です。この番組は小学生から高校生までの好きなことを頑張っている子どもたちをゲストにお迎えし、今取り組んでいることや夢や目標について語っていただくという番組になっています。ということで、今日は第1回目初回ということで、今日はあの素敵なお二人にちょっとあのスタジオの方にも来ていただいてるんですけども、早速自己紹介の方をお願いしてもよろしいでしょうか。はい、こんにちは、合同会社進化代表のおもながどうながおながなーです。イエーイ、イエーイ。はい、続いて、はい、お隣の方。はい、同じく、進化の、カメラマンやってます、なんだかんだやってる中安中里優太です。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、今日から始まったということなんですけども、この沖縄部活生というのはフリーマガジンで沖縄でも、はい、あの発行されているということなんですけど、これがラジオにもなったということなんですが、ちょっとどうですか、今ラジオでお話ししてみて。緊張してますか？そうですね、はい、緊張してます、ね、これラジオなので、はい、多分このタイトルちょっと、はい、教えておこうかなと思うんですが、沖縄部活生ですね、はい、沖縄がローマ字 で部活生の、部活は普通に漢字で部活で、はい、生は星と書いて、はい、部活生と読みます。はい、はい、このね、部活やってる子たちってすごいね、はい、輝いてる、もう星のように輝いてるので、はい、そういうこう輝く星たちを追いかけていきたいなっていう思いを込めたダジャレです。あ、なるほど。いや、確かに沖縄の部活生、最近なんか部活とっても盛んっていうイメージがありますね。いろいろなスポーツの場面でも文化の場面でも沖縄の子が活躍しているっていうイメージを持っているんですけども、それをラジオでも応援していこうっていうことなので、これからいろいろ小学生から高校生までの部活頑張っている子たちをゲストにお迎えしてお送りしていくということで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでこの番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは797@fmginowan.com 797@fmginowan.com です。また FM ギノワンではツイキャスト、 YouTube ライブで映像と音声をネット配信しています。 FM ギノワンのホームページから簡単に見れますので、そちらからもお楽しみください。さらにツイッターも連動していますので、たくさんツイートしてください。そしてサイマル放送も行っています。スマホの場合はリッスンラジオ、こちらリスラジですね、リスラジからパソコンでお聞きの方は FM ギノワンのホームページに再生ボタンがありますので、よろしくお願いします。ということなんですけど、今日初回放送っていうことなんですけど、今日は収録放送になってます。ですので、生放送ではないんですが、いろいろご意見感想などありましたら、どしどしメールなどお待ちしています。よろしくお願いします。ということで、この後6時56分まで皆さんお付き合いよろしくお願いします。では早速ここで今日のオープニングナンバーをご紹介していきたいと思います。これはじゃあナーナーさんの方に、はい、ちょっとオープニングナンバーのご紹介していただいていいですか。はい、これはですね、私が大学時代に所属していた、アメリカンフットボール部でちょっと思い出がある一曲ですね。はい、おー、いいですね。はい、スーパーフライで、はい、愛を込めて花束をです。はい、おしゃれだなと。なんだかで。いや、そんな権力ある。え、ちょっとストーリー。載せていいよ。
が撮った方がいい、ストーリー、ストーリー、あ、もう全体ってあ、それか、うん、こっちに携帯置きがあるので、はい、これでとかでどうぞどうぞ、もうお付き合い、お付き、うん、お使いください。ありがとうございます。もしよかったらね、どのやったら可愛い声出せるの、いや、全然奈良さん、ここまで十分。もちろん愛じゃないなら何だ。あ、この歌自分もめっちゃ好きです。ないほうあ、カラオケ行きたい。長いことカラオケ行ってないな。お酒とかよく飲みます？うん、飲むけど子供が小さいから。そっか、あんまり頻繁には行かないか。そっか、カラオケも 2、3年行ってないけど。そっか、お酒もね、4年ぐらい飲めなかったから、このおっぱいにしようかな。あ、そっか、ナナさん、ごめんなさい、めちゃくちゃお若くないです。何それ、子供がいるって味噌汁ですよ見えない。ありがとう。あの30代に見えるけど29だから。29になった。お姉だってよ。いつ30だった？4月までもうもうすぐあれだね、年齢が顔に追いついて、ん、顔が年齢に、年齢が顔に追いついて、追いつくけど頭だけ忘れなければ40代にはハゲってほら、うん、何も言ってないよだから一言置いてある。サーフィンからでしょ。ライブ配信でさ、コメントどんなやるんだっけ。コメント、コメントってできましたっけ。うん、固定でインスタライブですか。そうそうそう、インスタライブってコメント固定できましたっけ。固定できて、あ、あ、何やってる、僕やってるインスタグラムとか。なんか画面でやるやつ。そうそう、インスタの使い方が分かる。こうやってフォロワー何名消えるか。なんでたまにストーリー上げたらフォロワー一人減るわ。あ、なんかね、消えた時寂しいよね、投稿して消えた時ね。あるー。で、自分はもうリンクさせて誰が消したか分かるんです。そうなの、分かる、分かる。誰が消したか分かるの。マジ、そんな機能あんの。その人も外す。怖。わかるんで。外されたやつ外す。一番好きな人にやられてた、マジか。やばいでしょ。意外とそういうとこねちっこいんだね。これ、このフリーマガジンってどんなマガジンかっていうお話はしても大丈夫ですか。うん、お願いします。じゃあ質問します、はい、その流れでお二人の部活動の時のエピソードとかも。あ、そうですね、はい、じゃあそのどういう時かの時に、はい、波里選手のあれに。わかりました、はい、じゃあその時に波里選手の声を取ったのでお願いしますってください、うん、はい、一言、はい、テイクで言いますか、提供、提供、今日はなしで、うん、あ、言っとこうかな、言います、じゃあ、あ、言っとこう、言いますか、うん、何でしたっけ。いや、やっぱやめよう、やめました、うん、確認取れてないからこれ喋れる、これ喋れる、喋れる、喋れない、はい、お送りした曲は、スーパーフライで愛を込めて花束をでした。この曲はあのナーナーさんの青春時代の曲ということで、はい、はい、お届けしましたよ。やっぱいい曲ですね、はい、歌いたくなりましたねカラオケに行きたいというお話でまた盛り上がったんですけど、はい、はい、ということで、ではでは早速いろいろあのこの沖縄部活生についてお話を深めていきたいなと思うんですけども、まあ、まずね、そもそもこのフリーマガジン、沖縄の部活動を応援するフリーマガジンである沖縄部活生のこのフリーマガジン、どういった
フリーマガジンになってますか？はい、まず県内の、はい、好きなことを頑張っている子たちを取材して、まあ、紹介しています、はい、で一応部活ってタイトルにあるんですけど、うん、あの部活に限らず、うん、あのまあ、サークルだったりクラブチームだったりっていう、うんうんうん、まあ、とにかく本当にこう何かに向かって頑張っているよっていう子どもたちを応援するために作っています、はい、でその中の、まあ、企画のページとして、はい、まあ、食事に関する情報だったり、うんうんうん、トレーニングの情報、あとちょっと読んでほしい本がいろいろあるので、うん、まあ、本の紹介のページだったりも載せています、はい、あとこうちょっと夢を与えたいというか、はい、上を目指してほしいというところで、はい、あのプロの選手もちょっと取材してご掲載しています、はい、うんうん、いやすごいですよね、はい、本当にいろんな角度から、盛り上げていらっしゃるんだなっていう印象を受けてるんですけども、この本当にこの前の号ではミキトニーさんとかも、そうそうそう、取材されていたりとか、はい、ミキトニーはもう完全に個人的なミキトニーラブでそうなんですね、ミキトニーに会いたいがために、うん、私が企画を作って、いやすごい、はい、ただまあ、どっかでこう、うん、ラグビー部のマネージャーだったらしいよって話を聞いたので、はいはいはい、あ、じゃあちょっとマネージャーにミキトニーからエールをもらおうと思って、うんうん、なるほど、ちょっといろいろお願いして取材しました、はい、いやすごいですね、やっぱりなんか子どもたちのためって言ったら、うん、もういろいろな場面で活躍されている方々も結構協力してくれるというか、そうですね、やっぱりみんな沖縄の子どもたちを応援したいなっていう大人がたくさんいるので、うん、まあ、そういう思いを、うん、まあ、子どもたちにも届けていきたいと思って、はい、今すごいね、うん、沖縄バスケットボール人口が多くて嬉しいですね、はい、あとミニバスの取材とかもすごく多いんですけど、うん、と次の号、まあ、最新号で、はい、なんと琉球ゴールデンキングスの並里選手を、あ、すごい、ちょっと取材交渉に成功しまして、はいはい、で次の最新、9月に出るフリーマガジンでですね、はいはいはい、波里選手のインタビューの記事も載ります、はい、あ、はい、わー、すごいですね、ちょうど先日、はい、波里選手の取材があったので、はい、まあ、実はラジオも始まりますと、はい、おー、で沖縄の子どもたちにちょっとエールをお願いしていいですかということで、はい、もういいよ、結構ね波里選手は近寄りがたいイメージがあったんですけど、はい、すごくフレンドリーに喋ってくれて、はい、子どもたちにもメッセージをちょっと音声でいただいたので、はい、ちょっと今から流したいなと思います。ではではいきます、はい、波里選手がこの子どもたちに向けた応援メッセージっていうんですかね、はいはい、ではこれをご紹介していきたいと思います、はい、皆さんぜひとも聞いてください。お願いします。日々、まあ、競争し合うことと、まあ、本当に毎日そうくじけそうになると思うんですけど、まあまあ、周りの人にも助けてもらいながら一生懸命諦めず、まあ、やってほしいなと思います。はい、ということで波里選手の声をお届けしたんですけど、はい、これ今日は収録放送なんですけど、これはラジオで一応8月1日木曜日に流れることになってるんですね。ぜひともこの子どもたち、バスケだけに頑張っている子どもたち、バスケに限らずいろいろなことに頑張っている子どもたちにぜひともなんか聞いていただきたい声ですね。はい、いやめちゃくちゃ素敵、またすごいですね、この波里選手にもインタビューを取れたっていうことで、私同い年なんで、うん、あ、そうなんですか、めっちゃテンション上がりました。いやそうですね、それ上がりますよね、めちゃくちゃ活躍されている、うん、はい、選手なので、わーすごいな、まあ、こんな感じでどんどん沖縄部活生フリーマガジンの方もまたラジオの方もどん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 これからも盛り上がっていけたらなと、はい、そうですね、でこれからちょっとラジオでちょくちょく、うん、この次このこういう選手取材しますって聞いたらちょっとお知らせをして、はい、子どもたちからのこの質問とかメッセージも受け付けていきたいなと思うので、はい、すいません、いきなり言っちゃいました。いや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 思いつきで言っております。いやでもぜひともぜひとも、そうですね、はい、まあ、そういった感じで、まあ、フリーマガジンとラジオとちょっと、まあ、日本柱で連動させながらちょっといろいろやっていきたいなと思うので、ぜひ、はい、まあ、ちょっとね質問等々あればメッセージ寄せていただきたいなと思ってます、はい、どし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 
どんなことでもいいんですか、ちなみに。そうですね、で もちろんあの、はい、うちに取材来てっていうのも大歓迎ですし、はい、あとこの選手の情報が知りたいとか載せてほしい、はい、もしくは実はですね、あの最新号、ボリュー今年の夏号から、はい、あの浅戸先生のお悩み相談コーナーというのを設けまして、はい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 、もう人生にまつわる悩み何でも恋愛相談もよし、はい、進路にまつわる悩みもよし、もう子どもたちの今ちょっとね、親とか友達には相談しにくいとこ、こととかでも、まあ、匿名で、うん、受け付けますので、はい、まあ、そちらもぜひ、浅戸幸男先生、まあ、ご存じない方のためにちょっと説明するんですが、はい、お願いします、はい、茶壇高校の時に、はいはい、全国大会に出場して、はい、まあ、3位になったんですけど、その時の監督さんで、はい、でスラムダンク の、はい、この出てくる田岡監督っていう、はい、あの監督のモデルになっているんですね。でちなみに主人公が着てるユニフォームは茶壇、はい、高校のユニフォームがモデルなんですよ、この赤いユニフォームですね。あのスラムダンクってすごく有名な、もう超有名なあの、はい、あのスラムダンクのモデルが沖縄にいるんですよ。すごい、私もそれ全然知らなくて、多分バスケやってる人たちだったら、はい、私より上の年代の方だったら もうすごくご存知だと思うんですが、はい、あのまあ、若い世代だと多分知らない方も多いと思っていて、まあ、バスケに関わらなかったらもちろん知る機会もないと思うので、うん、そういうのもちょっとこうお伝えしていきたいなと思って、はい、すごいですね。うるま市の自宅に、はい、先生のご自宅にですね、あの浅戸幸男ミュージアムっていう、あのもうバスケットボールの資料がもう完全に、うん、沖縄のバスケの記事だったりスクラップだったり、はい、あと先生がずっと練習の時につけてたノート、はい、もう全部残って揃えて置いてあるので、それももうバスケットやってる人に限らず、こうスポーツ、まあ、指導者にとってもとっても勉強になる場所だと思うので、ぜひあのその情報もフリーマガジンに載せてあるので、ぜひあの浅戸幸男ミュージアムにも見に行ってほしいなと、はい、思います。いろんな角度からとっても勉強になりそうですね、うん、学びがとってもありそうな、はい、ことなんです、はい、なので、まあ、浅戸先生に聞いてみたいこと、うん、もう本当にあの子供じゃなくてもいいと思ってるので、はいはいはい、浅戸先生に聞きたいことに関して言えば、はい、あの多分指導者の方もいろいろこう考えることがあると思うので、うん、はい、まあ、ぜひこう質問やお悩みも受け付けております。はい、はい、ということで皆さん、はい、もう一度メールアドレス797@fmginowan.com 797@fmginowan.com です。ぜひぜひメッセージどしどしお待ちしていますということなんですけど、この沖縄部活生のフリーマガジンなんですが、どこでこれはゲットできますか。はい、県内の小学校中学校高校に、はい、まあ、部数は限られているんですが、はい、学校にも配っています。ただ学校で手に入らないよっていう方は、県内のファミリーマートさん各店、はい、あとまあ県立武道館、那覇市民体育館といったあの市町村の体育館や陸上競技場にも置かせてもらってます、うんうん、はい、そうなんですね。じゃあもう誰でも、もうまたフリーマガジンですので、うん、あ、図書館にもあります、県立図書館にも。そうなんですね、はい、いやぜひともより多くの方に手に取って見ていただきたいなと思いますね、うんうん、本当に夢中になって見れますね、うん、あのバックナンバーももし、うん、あのご連絡いただければ、うん、私の方に連絡くれれば、はい、あの郵送でお送りしますので。そうなんですね、はい、いただけるんですね。いやということなので、ぜひとも皆さんよろしくお願いします。はい、ですけれども、ここでちょっとここに今来てくださっているなーなーさんと、あの中んださん、はい、中んだ、はい、からあのなんかお二人の部活生エピソードとかちょっと今日お聞きしたいなと思うんですけど、よろしいですか。じゃあ中んだから、はい、そうですね、自分、はい、ちっちゃい時か父の影響で、はい、あのマラソン始めて、小中は親の、はい、お父さんの父の指導のもとやってたんですけど、はい、そこから地域のクラブチームやってて、高校はあの工業強豪校沖縄工業で陸上をやってました。もうちっちゃい時から18までずっと陸上をやってて、陸上しか知らないじゃ知らないんですけど、まあ軽く小学校の時1年半ぐらい少年野球やったぐらいですか、ね、あ、そうなんですか。へえ、みんな僕の知ってる子は僕イコール陸上イコールなんだかんだみたいなそれはありますけど、最近全然やってないんで、久しぶりに同期されるとお前取り柄ないよなみたいな今それをうまく
これにつなげてるつもりです。陸上の専門は何だったんですか？あ、陸上長距離やってた。長距離、はい。じゃあ今度那覇マラソン出る？いやもう那覇マラソンです。もうちっちゃい時に走りすぎて完全消滅してたまにやっぱ体力維持で走ったりするんですけど、もう走った瞬間歩き出したら何してるんだろうと。だから今よく周りの同級生とか、うん、なんか健康で走なんかマラソンブームあるじゃないですか。はい、マラソンブーム、はい、あれの逆に理解できなくなってます。あ、そうなんですね。マナコンダさんもこのスポーツ少年だったということで、いいですね。ではでは続いて、はい、ナーナーさんの方から部活生エピソード。私は小学校6年から高校3年までバレーボール部でした、はい、女子バレー部で、もう球を追いかけてはこう汗だくでこう足、あ、もうめっちゃマッチョでしたね、高校生の時は。そうなんですね。もう今じゃ考えられないぐらいの体脂肪の低さで、で大学でもバレー部続けるかなって思ってたんですけど、うん、まあ、実際ちょっと仮入部はしたんですが、はい、アメフト部の方になぜか、はい、入部してしまって。アメフト部か、はい。でまあ、今考えるとこうバレーが好きだったっていうよりは、うん、こう部活っていうこの組織、はい、チームっていうこの活動自体が好きだったんじゃないかなっていうのがあって、はい、まあ、大学でこう一番熱く練習してたのがこのアメリカンフットボール部だったので、はい、っていう、まあ、今考えると沖縄部活生の原点はそこですね、うん、あ、なるほど、はい、すごいですね。また小学校の時から大学生の時までやってましたね。もうおかげで大学は5年通いましたね。はい、ちょっと4年間はもう部活漬けだったので、はい、いわゆるキャンパスライフを送ってなかったので、はい、ちょっと最後の1年は親にごめんっつってバイトしてお金貯めて旅行行くみたいな。あ、いや、でもそれぐらいなんか夢中になれるものがあったっていうことですよね、うん、そうですね。だいぶこうちょっと頭おかしいんじゃないかレベルで部活ばっかりやってましたね。いやでもそれはまたかっこいい、はい、でもそれって逆にとってもあれじゃないですか、印象に残るというか、うん、もうとってもいい思い出だなってなりません？そうですね、うん、もう今じゃできない、本当にこう10代のうちしかできないことをさせてもらったなっていうのはすごくあるので、はい、まあ、今の子供たちがどういう感じで部活やってるのかなっていうのも、まあ、私自身が見たいのもあるし、はいはい、子供たちにももうちょっと悔いのないようにやれよっていう、まあ、葉っぱがけじゃないけど、はい、そういうのもやっていけたらなって思ってます。はい、あ、素敵な部活生エピソードありがとうございました。はい、ということでここでちょっと一旦クールダウンでCM に入らせてもらいます。はい、一旦 CM です。はい、お送りしているのは沖縄部活生ですということで お二人の部活生エピソードのお話を改めてちょっとお聞きしたいんですけども、はい、よろしいでしょうか？はい、中田さんからお願いします。はい、お願いします。はい、そうですね、自分小学校そのちっちゃい時からちょっと父の影響で走り始めて、はい、小中は個人で父の影響で、はい、教えてもらって、高校からは沖縄工業で陸上をやってました。はい、その種目は長距離でやったんですけど、はい、うーん、思いですか、ずっと走ってたんでそれ以外球技がちょっと苦手。あ、球技音痴っていうんですか。そうなんですね。はい、あ、そうなるんだ。で今逆に走ってないんで取り柄がないんですよ。ただバカに体力があるっていうか、前ちょ前こっちやる前に自衛官やってたんで、はい、だから走ったおかげでちょっと普通の人よりは体力今でも自信はあります。あ、そうなんですね。曲なんか精神力は鍛えられたので、あ、確かに今でも、はい、きつい時でもそこは、うん、そうですね、部活できつかった時と自衛隊で学んだ時の感覚があるので、うん、そんな子、はい、だけど今走れって言ったら、そうじゃん、今マラソン大会出ないのって言われるんですけど今はもう完全消滅、ね、完全燃焼したのでやりたくないです。へえー、はい、逆にもう今はマラソン大会出るってなったらもういいってなるんですね。いかないです、だってあれ 42.195km ってロゴにしたら死にに行く号じゃないですか。だから走る人ってすごいなと思うんですよ今。あ、確かに。でも、うん、だからちっちゃい時僕よう走ったなと思いますね。そうですね、いや確かに長距離、なんか高校中高の時って絶対学校の一環でマラソン大会とかやるじゃないですか、うんうんうん、活躍したんじゃないですか、うんうんうん、学校のマラソン大会、もうあの時は
気持ちよかったですね。あのこの顔ではモテなかったから唯一あの取り柄だけだったんですけど。へマラソン大会の時だけモテた。モテたっていうかただ一瞬だけ。あとは運動会のリレーでちょっとシャンスが残り。だけどなんか野球でちょっと速いやつにはちょっと負けるか勝てるかで あれで負けるとあっちがすぐわーっていくから懐かしいですね。へえ、まあそういうことがあったんですね。今はなんかジョギングとかもされないです？趣味とかちょっと運動でとか。もう運動ぐらいですけど、でも走って10分で歩いて終わります、はい、あ、そうなんですね。めんどくさがりです。へえ、いやなんか思い出に残ってるエピソードとかってあります？エピソードですか？はい、そうですね、思い出っていうか小学校の時あの取材にもしたんですけど、はい、沖縄アンテロープさんで一回ゲストチームでなんか全国行く時に一人足りないってことで、はい、ゲストで行ったんですよ。この時初めて大阪の万博の方で大会行ったりとか、うん、九州に、はい、虹の松原駅伝だったんですよ、はい、あのまま出させてもらって、でちょっと最近会ったんですけど、こっちで出会ったなんか小学校の時出会った子がなんか最近 SNS でフォローされて1ヶ月沖縄来ますって先月なんですけど飲んだんですよ。そういうつながってなんか陸上やってたらよかったなってエピソードあって今ちょっと思い出して。あ、そうなんですね、はい、あ、じゃあなんかその時当時の思い出とか語り合ったりとか考えたら陸上してなかったらこういう陸上派遣されなかったら、でもこういうつながり今まで先月飲んだ話しなかったんで、すごいなって。確かに、いやなんか素敵なエピソードですね、ほっこりしました。はい、はい、ありがとうございます、はい、続いてじゃあなあなあさんの方から部活生エピソード。はい、はい、私は小学校6年生から高校3年生まで、はい、とバレーボール部 で、はい、で大学ではなぜかアメリカンフットボール部に入りました。このチェンジがすごい振り幅ですね。そうですね、うん、まあ、高校生まですっごいバレー好きだったのでバレーやってたんですけど、まあ、大学のバレー部仮入部した時に、うん、なんかあんまり違うなって思って、で、まあ、大学で一番こう熱く熱心に練習してたのがアメフト部だったので、はい、まあ、アメフト部に入って、やっぱあのバレーが好きっていうよりは多分こう部活ってい こうなんか一生懸命頑張るのが好きだったのかなって今思うと。なるほど、はい、何かに熱中夢中になって。そうですね、いやそれに部活って一人だけじゃないじゃないですか、うん、特にこのバレーボールとかアメリカンフットボールとかもチームプレーですよ ね、 そ, うですね、それがまたなんかちょっといいなって思います、うん、バレー部のちょっと思い出があるんですけど、うん、おー、何ですか？私高校生の時のこのバレー部の顧問の先生がもうめちゃくちゃ厳しくて、この保健室の先生だったんですけど、もう怖すぎてもうバレー部は保健室に行けないみたいな状況になっていて、で、あとこうバレー部はこの顧問の先生の指導方針で携帯電話の所持禁止だったんですよ。厳しいですね。厳しいですよね。あのガラケージですか？そうそうそう、まあ、私が高校、今はねもうあのその先生も、もうね時代の変化に対応して、あの今のその現役部員たちは、はい、携帯持って OK なんですけど、はい、私たちの時はちょうどガラケーのカメラがつくかつかないかぐらいの時代だったんで、はい、この、まあ、携帯はこう、しかも通信料金の設定とかも、はい、まあ、その時はなんか使い放題とかあんまりなかったので、はい、あの使いすぎて高額になったら保護者の負担だってことで、まあ、禁止されてたようなんですけど、女子高生がさ携帯電話持てないってさ結構きついじゃないですか。いやきついですね、女子高生で。 それでもみんなこうバレエをするために携帯をこう我慢していたという女子高生で、もう好きな子がいてもメールとか家のパソコンですよ。懐かしいですね。もう私のね甘酸っぱいこう恋バナになっちゃうのでちょっとここでやめとくんですけど。いやぜひ聞きたいんですけども。なので、まあ、そういう思い出もありつつ、はい、だからやっぱりこう部活のやり方も今だと逆にもう携帯を使って、まあ、練習の動画使って、ね、撮影してそうフォームをチェックしたりと か、 確かに iPad 使用されている監督さんとかも、うん、そうそうそう、あれいますよね。羨ましいな。そうでこう連絡も LINE でこう簡単にこう集合時間とかも共有できるので、私がその高校携帯禁止の女子バレー部だった時はもうテレフォンカード、公衆電話で、はい、集合に遅れた子とかもなんで来てないのか分かんないから、お家に電話してあ今出たとか出てないとかもなんかもうすっごい今考えるとこう昭和な感じの。
やり取りをしてたなと思いますね。昭和ですけど平成ですから、ね、平成生まれですよ私。そう平成一応言っときま す, ます。平成元年生まれです。ですけど平成生まれ。ああそうだったんですね。いやいやでもそれでもやっぱり楽しかった。ですか。そうですね、もうやっぱ苦労したのが後々にやっぱりこう糧となるので、あ確かに、ね、若いうちの苦労は勝手でもしろみたいな言われますけど、もうそれこそ勝手やってたなと金払いながら苦労してたなと思います。あの先ほど中田さんが、はい、あのなんかその部活やってたからこの忍耐とかこの今にもお仕事とかにも生きてるって言ってたじゃないですか、うん、何かなーなーさんもあります、うん、部活やっててあこれは良かったなとか思うこととかって、ね、やっぱり高校生の時、まあ、自分自身はすごい 100% 頑張ってると思ってたんですよ。もう誰にも頼まれてないのに朝練やってたし、はい、もうめちゃめちゃ朝も夜も走ったりっていう努力してたと自分で思ってたんですが、大学入ってアメフト部に入って、うん、この、まあ、チームの動かし方というか、はい、目標に向かってこう頑張る方法を、うん、なんかあ自分ってなんか高校生の時、うん、もっとできたなって思って、はいはいはい、こうただ頑張ってたなって思って、うん、で大学入ってアメフト部入ると、まあ、組織的にすごく動くので、はい、もう役割分担を すごいしたりとか、はい、あともう目標について本当にとことん話し合うんですよ。本当にこの目標を達成したいと思ってるのかみたいなのをすっごい話し合って、うんはい、練習時間と同じぐらいミーティングもしてたので、うんまあ、そういう点で、まあ、すごくなんかもっと頑張り方ってこう一つじゃないんだなっていうのをすごく学んだというか、なるほど。あとこの大きな部活生ですね、フリーマガジンの原点も実はそのアメフト部にあって、はい、この大学時代にそのアメフト部のパンフレットを作ってたんですよ、はいはい、でそれを、うん、まあ無料で配るものではあるんですけど、うんまあ、年2回出してたんですけど、うん、新入生が入ってくる時期とあと試合が始まる時期に2回出すんですが、まあ、試合始まる時期のものはもう完全にこの OBOG 会だったり講演会の方向け で、うんうん、で新入生向けのものは、はい、新入生が入ってくる時期に作るものは、うん、周りの商店街を回って、うん広告協賛をもらって、はいはいまあ、一口いくらでこうお金を集めて冊子を作って、でそれを新入生に配って勧誘活動につなげてたんですよね、はいはい、であこういうお金の集め方作り方ってあるんだなと思って、うん、でも私は実際マネージャーではなかったのでトレーナーというポジションだったので、はい、あの制作には直接は関わってないんですけど、まあ、横で見てて、うん、あなるほどこうやってお金って集めれるんだっていうのをちょっと一つ知恵として持ってたので、はいまあ、実際去年フリーマガジン作る時も、うんまずはこう協力してくれそうなとこに回って、うんまあ、ちょっとずつお金をこうも集めて作ったっていう、はいまあ、無料で配るのでっていうことでこうスポンサーをいただいてフリーマガジン作るに至りました、あすごい。この学生時代部活とまあ一緒に同時進行で、うんまあ、フリーペーパーも作っていたってことが、うんでね、今でもすごい生かされてるっていうか、そうですね、多分その時にそういう作ってるの見てなかったら、うん、多分フリーマガジン作ろうっていうアイデアが生まれてなかったかもしれないですね、うん、なるほど、はい、またあれですね、まあ、ナーナさんも、中田さんもそうですけどそうですけど一瞬迷ったでしょ今迷ったこれなラジオだからな、この面白い顔が、うん、もったいない、ツイキャスかなんかで見てほしい、うんうん、ちょ面白い顔で YouTube には残ってますので YouTube で見てください、楽しみにしてください、はい、それからナーナーさんと中田さん、お二人はこの学生時代になんか部活生として実際経験もされているので、余計なんかこの取材に行った時とかも同じ目線でなんか見れるところもあるのかなってちょっと思ったんですけど、うん、どうですか、なんか取材とかしていて、なんかなんだろう、そうですね、うんまあ、簡単に子供が純粋というか素直、あかわいい、かわいいのと、うん、やっぱ目標があってそれに対して集中してるので、はいはい、あ目標に向かって頑張ってるので、うん、なんか一応社会人になっても10年から経つんですけど、はい、ちょっと自分を正そうって思ったりなんか振り返ったりするのとあなるほど、もう一つはちょっと要はなんか僕ら大人だったっていくまでの一つの訓練の期間なのかなと思ったり、はい、やっぱ人間性を育むために、まあ、礼儀だったり挨拶そこも結構
重視して指導してる指導者も多いので、うん、それでってやっぱ愛され大人になっていくのかなと、僕はそれができなかったんで今ちょっと苦労してる感じなんでまあそうならないようにちょっと思ったりはしましたね。へえ、なるほど。なんかもうやっぱり懐かしくなったりもします、取材している上で。バレー部取材するとやりたくなってしょうがないですね。なんかちょママさんバレーちょっとどこ入ろうかなと思ういいですね、うん、いやー、まあ、そんなお二人の素敵な部活生エピソード、部活生時代のエピソードもお聞きできたところで、ここで一旦あれですね、また曲の紹介を曲を流していきたいと思うんですけども、うん、ちょっとこれはまた中田さんからの紹介していただいてもよろしいでしょうか。はい、はい、私あのちょ、まあ、趣味っていうかあるアーティストのうるま市出身の HY とか好きで、はい、まあ、今回ちょっとフリーマガジン関わってびっくりしたんですけど、この制作会社合同会社シンカーってことで、うん、ファンクラブの僕らの名前シンカーって言うんですけど、はい、まあ、その中からちょっと HY のホワイトビーチを、はい、いいですね、ホワイトビーチのまたファンクラブ限定でファンクラブの僕らの収録者声をちょっと届けようかなと思って、うん、特別版ですね、本当に特別版で、はい、初めて聞く、本当に初めて聞く、はい、あの声もその曲も結構部活を頑張ってる子たちにも応援ソングになるのかなと思うので、うん、リクエストしました。はい、では聞いてください、はい、HY のホワイトビーチ、ファンクラブバージョンでどうぞ。あ、いいですね、合ってる。なんか今はどうか分かんないですけど、自分たちが中高生の時、うん、部活生の間でなんか HY ってすごい流行るっていうか、うん、流行っていて、みんな聞きますよね、 HY って。 HY、オレンジレンジ、あと誰だ、ダパンプ、D51 とか D51 もあった、はい、あ、 D51 にしようか迷ったんだよな、うん、ノーモンプライクから、アイビスカスでノーモンプライク、あ、すごい。あれエンディング曲何になるんでしたっけ。エンディングがワニマのやってみようです。よかったよかった。部活飯の時間あります。あります、大丈夫です。大塚製薬にアピールじゃあこの曲終わったら CM に行きます。すいません、めっちゃグダグダになっちゃいましたね、ごめんなさい。中田さん、もうちょっとここに寄った方がいいかもしれないです。映ってるかな。何のお話しますか、後半。後半、ちょっと最後の部活飯。部活飯、じゃあ早速いきます、うん、まあ、もう一つは社会みたいな社会人のページもあるので、はい、話もできたら、あ、ぜひぜひ。じゃああとあれだね、来週誰が来ます。あ、そうですね、来週誰が来ますか、最後は。社会人のお話って、この元部活生、要は企業で働いてる社会人、この今回石川凛さん、この方ですね、アウトナンバーラジオのパーソナリティやってます。昔と変わらないね、同じ顔だよね全然変わらない、双子も似てるよねめっちゃ似てますね
お兄ちゃん、あ、弟か、弟は小児科医らしい、お医者さんらしい、優秀な双子なの。本当ですね。うわ、奥さんが同級生。へえ。今育児休暇で1年来てるから、あ、そっか、なんかテレビの取材受けてて、はい、この前24日になんか月バスの編集者呼んで、アウトナンバーでなんかイベントやってて、はい、その時もなんかテレビの琉球新報のなんか、琉球新報じゃない、琉球銀行プレゼンツのなんか番組に出るって言ってた。あ、すごい、うん、テレビにまで進出する。子供がめっちゃ可愛いんだよ。へえ、お名前いいですか。男の子でココちゃんって名前。かわいい。心って書いてある。男の子でですか。男の子、奥さん CA。 へー超美人。そうなんだ。で、普天間高校の私の同い年の人で、まあ、高校は違うんだけど、はい、旦那が普天間近いから、はい、なんか名前だと顔だけ知ってるって。へー、可愛い子は大体知ってるみたいな。何それ。あ、そうなんだ、すごい。名前だけ知ってる。知り合いではないけど。でも可愛くて目立ってる子ってね、なんかね、結構有名になるから。確かにそうですね、うん、SNS とかに、うん、じゃあ CM 行きますね、うん、今日読みたいんでラジオです。え、今からですか。夜。あ、夜。このカメラ機の写真であるんで。ああ。宣伝。部活生の話しましょうか。おお、いいですね。あとで。あ、その告知も、あ、そっか。これは別。これは別。あ、これ来週できる。写真展の告知とかはしない。来週も。はい。これなんですけど。へえ。僕は私の好きな写真で個人。素敵ですね。で、僕は H&M グリーンって言って、H&M 関係ある。で、これ後ろ裏、この紹介者なんですけど、今回、名前が Twitter のアカウント、はい、で、僕こっちで、これがあの子っす、うん、ズームっす。ギーマン。あ、違う、これこっち。あ、写真、これはクリアフリーの CM でメンバーが釣りしてるところ、釣りしてて、イーズが出てきて、はい、あれのロキチ。へぇ、こういう感じで自分で写真撮ってて。あ、そうなんですね。で、それ今回ちょっと俺が使っていいですね。へぇ、すごい、その写真展も楽しみですね。じゃあもうそろそろで CM 開けます。はい、お願いします。画面落ちできる。あ、okay、ちょっと始まります。ごめんなさい。練習やめ。めっちゃ練習。こっちの化粧いいっすね。すごい。自分が着る。じゃあマイク上げます。こっちも。はい、お送りしているのは沖縄部活生のお時間です。ナーナーさんと中安田さんにお越しいただいて楽しくお届けしていますよということで、後半はですね、早速あのコーナーに、はい、行きましょうか。どうぞ。ではでは行きます。思い出の部活飯。イエーイ。いいですね、さすがノリがいいですね、とってもなんか楽しいですやってて。そうですね、腹減っては部活ができぬっていう感じがありますからね。はい、ということで、思い出の部活飯というコーナーなんですけども、こちらのコーナーはゲストさんが現役の方ではない時にこのコーナーをお送りするということで、あ、現役生の時もやりましょう、はい、あ、そうですね、うん、そうだ、現役生の時は今日の部活飯でお送りしていきます。ではでは早速、
中野さんかのからはい、そうですね、はい、やっぱ陸上で長距離やってたので、はい、やっぱ大会前の1週間前はもう肉類とか食べなかったんですよ。いや大会当日はもうバナナとか炭水化物ですか、うんうん、もう今消化にいい餅とか、うんうん、一番定番だったカロリーメイトは定番でしたね。ただこの走る時までの調整難しくて、うん、走るスタートする手前で小腹空いたいんですけど、うん、逆にお腹空きすぎると、はい、結構力出ないので、はい、結構そこ難しかったですね。あ、調整が、はい、今だったらビタミン剤とかウィダーゼリーあるんですけど、うん、あの時ちょうど10年前なんか出るか出なかった時期だったんで、結構難しかったですね。あ、そうだったんですね。ただ走る時はそうなんですけど、はい、合宿もっとエグかったのがやっぱ夏合宿って朝と夜走るんで、うん、昼もうご飯大盛りで、うんうん、白まで食べさせるっていうのがあって、その思い出も今思い出しましたね。白まで吐きました。何回もえ、これ白までってこれあえて、あえてもう要は結局食べなかったら持たないんで、はいはいはい、夏だったし。そっか。またなんか高校がそういう伝統じゃないんですけど、はい、特にバーベキューで保護者がよく、保護者の方でなんか精肉屋さんで働いてる人がいて、よく持ってくるんですよ差し入れで。やっぱこれ失礼だからっつって、はいはい、食べるじゃないですか。最初楽しい感じだったんですけど、もう先輩たちも無理やり入れていくんですよ。できついっつって一回トイレ行くじゃないですか。戻ってきたらさらにまた増えてますからね。これアメフト部では飯ドリルって呼ばれてました。飯ドリル、飯ドリルですね。だからその2つの思い出があります、ね。じゃあ結構、はい、食に関してはきつい思い出の方が、きつかった思い出があるありますね。でまた長距離でやっぱ1週間前になるとカレーとかお肉食べたいのにちょっと我慢して、だからもっと気ぃ使うんだったら、そうですね、高校の時もう野球部だったやつがガッツリ食べて横で我慢して、そっか、きつい食べたいのに。あ、おいしそうにやってましたよ。そんな中田さんなんですけども、はい、まあ、ちょっと部活飯とはちょっとあの変わってくるんですけど、あのその部活生だった頃一番好きだったご飯とか、はい、飯って何ですか？ご飯ですか？はい、ラーメンですかね。がっつり、がっつり。あー、なるほど。結構食べる時もあれば、ちょっと気使って小食の時もあるんですよ。はい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 、はい、気使っての小食なんですね。はい、気使って、ね、結構食べるんです。はいはいはい、そうなんですね。やっぱそっか、陸上選手はちょっと食の方にももう余計なんかきっちりだし、逆に重すぎるのもあれだけど、難しいな。要は走りに必要のない筋肉はいらないので、そう言って肉を食べないとか違うんですよ。やっぱアミノ酸とかあるので、その長距離でやっぱ持久力なので大事なので、そういうところは。へー、特に貧血気味が多かった時はレバー、一回レバー時刻って1ヶ月ってありましたよ。何ですか？もう帰ってきたらレバーしかない。いや、マジですか？もうレバーだっけ。なんか飽きちゃうし、ですよね。あ、そうだったんだ。いやー、いやでも今もそうなんですかね。やっぱ小中高の陸上とかで活躍されている子どもたちはやっぱ食事管理とかも、特に食事管理も保護者を気遣っているとかありますし、はい、そうですね。そう、懐かしいなと。やっぱ今いろいろ出てきてるのでサプリメント、それでうまく補っているっていう保護者だったり指導者もいましたね。あー、なるほど、うん、そっかそっか。続いてじゃあナナさんの方から。はい、はい、私はまあ陸上部の中田君ほどはそんなにきつくはなかったんですけど、はい、食事に関しては、はい、ただバナナめっちゃ食べてましたね。バナナ、バナナ、もうバナナってめちゃめちゃ優秀で、はい、もうすぐ食べれるし、うん、確かに持ち運び便利だし、うんうん、まあ、割と消化にもいいし、うんうん、まあ、全然関係ない話ですけど、はい、私尾長奈々って名前じゃないですか、はい、結婚相手が大場さんとか、はい、相場さんじゃなくてよかったと思って、はいはいはい、相場さんと結婚したら私愛バナナですよ。あ、なるほど。大場さんと結婚したら大バナナだったなっていう、まあどうでもいいバナナエピソードがあって、美味しいと思っていくなと思って、うん、あっち見ながら、あ、もう来たやつだこのフレーズに。そうで、小学生ぐらいの時はね、なんかバナナ私が食べて、うん、なんかトマグイとか、もう超もらい、なんかからかいはあったんですけど、バナナは結構もう普通に持ち歩いてましたね、うん、あ、そうなんですね、うん、でも確かに私も今もやるんですけど、朝ごはん本当に時間ない時とかって、うん、バナナ1本だけ食べても結構エネルギーに変わるっていうか、元気になりますよね、うんうん、アメフト部の、まあ、補食って呼ばれる練習直後に食べる、はいはいはい、あの栄養補給があるんです。それもバナナが多かったですね、うん、バナナと牛乳をもう大量に持ってって、はい、まあ、選手が練習終わってアイシングする時に、うん、まあ、バナナとプロテインみたいな、うん、
感じで体作りはしてましたね。そうなんですね。バナナか、バナナはなんかダイエットにも効果がいいとかよく聞きますよ ね、バナナダイエットっても一時期ありましたもんね。そうですね、流行りましたよね。でこの前たまたま見ていたテレビでお医者さん、なんかダイエットとも研究されているお医者さんが、やっぱ朝はバナナ1本でもなんか美容効果とかダイエット効果とかエネルギーにも体作りにもいいよっていうことをおっしゃられてました。はい、もう、 うちもバナナ常備してます、ね。子供たちも結構食べたがるので、バナナ、うん、確かに小さい子供たち結構バナナとか好きですよね、うん。まあ、柔らかくてね、食べや、うん、食べやすい、子供でも食べやすいし甘いし、うん、安いし。そうですよね、安い。絶対4本5本入ってるのをこうちょっと袋選ぶみたいな1本でも多いやつみたいなね、主婦魂がさ。うん、なんかまた夏はバナナをカットして、あのシャーベットみたいに冷凍庫に入れて食べるのも自分よくやってました。美味しいですよね。冷やしても美味しいし、そうですよね、一年中食べれるし、うん、エネルギーにも変わるし、うん、美容にもいいし、うん、いいことだらけですね。いいことだらけ。バナナ会社からスポンサー来ないかな。人質、ね、うん、逆にフィリピンが来るんじゃないですか。フィリピンから。ミニオンのなんかね。いやー、そうかそうか。じゃあそんなナーナーさんなんですけども、この部活飯バナナをよく食べていたところなんですが、うん、この部活生で頑張っていた時期、うん、一番好きだったご飯とか飯なんですか？うん、寿司ですね。おー今でもですけど。自分もなんです。お寿司はね、いつでも食べたいですね。そうですよね、うん、結構じゃあ何でもお寿司だったらいけます。お寿司の中では、うん、マグロ、はい、あ、サーモン、同じく、うん、はい、もうその辺、うん、何皿でも食べてます。いやー、そっかそっか。お寿司、うん、だからなんか誕生日とか、はい、こうちょっと特別な日とか、うん、ちょっと頑張ったご褒美とかは、はい、もうお寿司で、うん、ちょっと自分で自分をねぎらってます、ね。僕もなんか一応言いたかったんですけど、はいはいはい、一応僕も寿司好きで言いたかったけど、ただラーメン出てきたのあるんですけど、うん、確かになんかご褒美じゃないけど終わった時に、はい、うん、あの時昔アトムってのわかってます？あ、わかる。わかります、わかんないですか？アトムって寿司屋さんです。もうないよね。わかんないっす。昔、今はなんか寿司ロー、寿司ロー、ハマ寿司とかあるじゃないですか、はい、あの時ちっちゃい時はなんかハイバルの一日場所にあったんですよ。アトムとかもう CM をやってたんですよ。多分今の10代ちょっとわかんないから。そうだね、もう寿司ローとかあるもんね。大会で優勝とかするともうご褒美じゃないけど寿司を食べに行くで、一時期これはが欲しくて頑張った時期もありましたね、小学校なんですけど。なるほど、確かに部活生とかってそういうのもありそうですね、ご褒美として。ちょっと優勝したから家族みんなで好きなもの食べに行こうみたいな。そうですね、確かに。私たちもなんか3年生の引退した時はなんかバンボッシュ行って、そうそう、懐かしいバンボッシュ、そうね、やったらジュース混ぜて遊ぶみたいな。やってた。ソフトクリームめっちゃ帰り際にめっちゃやるみたいな。わかります。そっかそっか。バンボッシュ あのスポンサーも持ってきます。そうですね、協賛なんですけど、はい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 、このライカボの方で、はい、ハンバーガーステーキ屋さんの、はい、そうそう、カウボーイファミリ ー, カウボーロイヤルホスト、はい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 、やってるんですけど、最近面白い話で、なんか大会あってちょっとこれ、はい、もらって取材してもらったんで、はい、これ使ってちょっと安くなるのでご褒美で連れて行きましょうねっていうクラブチームあったんですよ、あ、そうそう、これ、あの割引券も私大量に持ってますので、すごい、10% 割引の、ね、ロイヤルホストさんの 10% 割引、はい、もらいに来てください。配ってます。活用して、子供はステーキ好きだと思うので、そうですね、あの栄養補給っていうか、はい、それでも使ってもらえてやるなと思うんですが、いやすごい、またこのフリーマガジン、そういうなんて言うんだろ う, うプレゼント、うん、お得情報もいっぱい載せてますので、はい、で、はい、いやいいですね、もう本当に子供たちお肉とか大好きですもんね、がっつり系のご飯、うん、まあ、それ釣るわけじゃないですけど、まあ頑張るための一つ。いやー、よろしくお願いします。こちらの方もチェック、はい、皆さん見てみてください。はい、ということで中村さんの方から、はい、他にも宣伝とかありましたら。宣伝ですか？はい、告知などありましたら。そうですね、よろしくお願いします。部活生ではあの、はい、カメラマンっていう形で関わってもらってますけど、あと別でフォトグラファーってなでちょっとね、あと8月ラジオ8月、今日から1日で、うん、8月の23から25日、ちょっとカメラ好きで、はい、沖縄県立博物館で3日間ですか、はい、私の好きな写真展って感じでちょっとやるんですけど、
8月23日から25日、沖縄県立博物館美術館、うん、那覇県民ギャラリーで3で写真展をやります、うん、はい、まあ、これちょ、まあ、目的が自分たちの見せたい世界観表現をよりたくさんの人に集めて、その一つ場所として私の好きな写真をやるって言うんですけど、うん、はい、まあ、僕はちょっと HY 好きで、この HY 関連のちょっと、はい、観光地みたいなところを写真撮って展示するってんで、なんか人によってうんってのもあるんですけど、ただもううまい下手とかじゃなくて、この19ミリのカメラのこの好きな写真を一個に集めてるので、それを見て楽しんでほしいなと思ってます。いや、それも素敵な写真展ですね、うん、そうですね。なんかもっとこの番組、まあ、最初の方でもお伝えしましたけど、この好きなことを頑張っている子どもたちとか、今取り組んでいることや夢や目標について語っていくっていう番組なんですけど、またその趣旨にもぴったりな、なんか写真展というか、そうですね、なんか大人になってもやっぱこうであるべきっていうのもあるんですけど、やっぱ僕たちが夢を追っかけてるのをやめると子供ももはならないんで、それでカメラやってて、やっぱ子供たちもなかなかカメラ機会なくて、触っていいですか撮っていいですかあるんですけど、この時にちょっと別の意味ではなんか夢じゃないんですけど、今こういうカメラでフォトグラファーじゃないけど、夢になりたいともあるっては思って、やっぱこう夢を語ることによって子供たちに夢を語ってるのも一つになるのかなと、最近思ったりはしてますね。いや確かに、いやすごい熱いですね。そうですか。寒くしましょうか。いやいやいや大丈夫です。ですか、はい、はい、冷却機会必要です。職場でこんなことしょっちゅうです。いやということで、なんか今後またとっても楽しみですね。番組としてもどんどん盛り上がっていきたいなと思います。先ほどこの中田さんから、はい、社会人の、はい、そうです、はい、こともお知らせというか、ちょっと言っていただいてもいいですか。じゃあ僕からいいですか。はい、まあ、一つ言えば、元僕らって今大人でよく小学校中学校連れてやっぱ部活ってやるじゃないですか、はい、その部活やった経験の人たちに、まあ、社会人で働いてる人を、ちょっと取材して今働いてる仕事と、はい、あの部活での思い出と、もう一つ最後あの部活生に、あのメッセージっていう形でやってるんですけど、はい、そうですね、今第6回出て多分奈々さんたちが取材して、僕4月から関わってちょっと僕持ちたいなと思ったことで、はい、ちょっと先週ですね、僕の友達であの客室乗務員の女性の方いまして、ちょっと取材させてもらいましたけど、この方もすごい、今この人は昔ダンスやってたみたいで、そこできっかけで絞って取材したんですけど、はい、またなんかモデルもやってたみたいで、有名な方で、あ、そうなんですか、いう話聞いて、僕も結構飲みと同じなんですけど、話しててこの仕事の話しなかったんで、はい、客室乗務員って素敵だなと思って、はい、ちょっとやっぱ普段僕も会う機会じゃない職業だったんで、ちょっと勉強になりました、ね、なんか話聞いて僕もちょっとリアル疑似の職場体験したみたいな感じで、せっかく秋号にその掲載もしてるので、はい、ぜひ楽しみにしてもらってください。いや、はい、ぜひとも。結構美人の方でした。へー、楽しみですね、はい、美人が映るってだけでちょっとテンション上がりますね。テンション上がります。確かに。そうですね、写真撮るのにちょっと手震えましたけど、冗談ですけど。はい、ということなので、はい、次秋号は何月頃に、秋号は9月上旬に発行予定です。わ、はい、かりました、はい、9月上旬、今後いろんな珍しい職業もピックアップしていきたいなと思います。そうですね、ぜひともぜひとも見ていきたいな、うん、私も小学生の時 CA なりたかった。あ、そうなんですか。いや、一度は憧れますよね。憧れます。もうアテンションプリーズって感じで、うん、もう英語がちょっとね喋れなくて断念したんですけど、いや大人になった今でもそういうのを見たらまたさらに勉強というか刺激になりますね。そうですね。で、まあ、高校生とかの、まあ、進路選択の、まあ、ちょっとね情報の一つにしてもらえたなっていうのもありまして、ね、確かにそうですね、まあ、いずれは今昔じゃなかった YouTuber とかインスタグラマーも僕考えて、一応知り合いにはいるので、まあ、考えながら、まあ、なんなら HY 好きなんで、はい、もしかしたら新里秀幸さんかやばーリーズか行きたいなと思ってますけど、それは頑張ってみます。頑張りましょう。いや、ぜひともこれからもなんか進化し続ける、うん、フリーマガジンの方の沖縄部活生も応援しながら番組も一緒にみんなで盛り上げていけたらなと、はいはい、思います。お願いします。お願いします。お願いします。ということで、ではお二人というか、来週のゲストさんの方をご紹介してもらっても
いいでしょうか。はい、また僕お願いします。なんだかんだがちょっと話すんですけど。なんだかんだ。そうですね。ちょうど来週8月8日ですか。はい。ちょっとあの取材した南城 AC の浜崎達則さん、はい、ちょっと僕の高校の時の先輩で、今南城市の指導しながら、はい、公務員ランナーという方で、今県の沖縄マラソンとか那覇マラソンでもよくテレビ出てて、分かる方はいると思うんですけど、はい、その人にちょっと陸上を語りながら、あと指導してた話で、もう一つちょうどこの期間今もう始まってますよ。沖縄県で今南高校総体って始まってるじゃないですか、はい、僕もちょっと8月5日から8日からちょっと陸上の審判で関わって、それが終わってすぐの放送、生放送なんで、はい、ちょっとインターハイの陸上系の話も踏まえながら、すごいタイムリーなお話も、はい、タイミングまた聞けるということなので、はい、今出回ってるこの夏号にも、うん、あの南時 AC 載ってるので、載ってましたね、見ながらラジオも聞いていただければなと思います。いいですね、はい、お願いします。ぜひともよろしくお願いします。はい、ということで今日の初回放送は収録放送ということなので、ちょっと生では生放送ではないので、あのちょっとあれなんですけども、また来週8月1日いや8月7日か8月7日木曜日8月8日木曜日皆さん失礼しました、葉っぱの日8月8日木曜日に生放送をまたお届けしていきたいと思いますので、ぜひとも皆さん沖縄部活生今後よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで今日はこの沖縄部活生の出版されているナーナーさんと、はい、中田さん、カメラマンの中田さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。ではまた来週。See you next time。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。写真撮りましょう。あの感じでよかったですか？よかったですか？大丈夫ですか？全然良かったです。むしろもう自分が当たったらしてしまったので、めちゃくちゃ申し訳ないです。